どうも、ダーツウォッチだ。最近いろんなところで YouTube いつからやってるんですかって聞かれるんですけど、もうね、最初に投稿した動画から4年経ちましたね。時が経ちすぎた。ダーツウォッチ TV はね、まあ最初からファッションを軸に動画投稿したんですけど、瞑想していた時期もあって、野良猫探し行ったりとかカラオケで歌ってみたみたいな動画もあったんですけど、それは全て消しましたね。方向性定めていこうと思って。まあもうあれから4年が経って、趣味で始めて YouTube がね、今ね、僕にとって趣味を超えるような存在になっているので、ここまでやってきてよかったなって最近とてもよく思っています。これも全て皆さんのおかげです。いつもありがとうございます。ということで今日なんですけど、去年の夏にアントラックというブランドのバッグを見つけて、僕気になって購入して動画にしたんですけど、それをブランドさんが見てくれて、次はぜひ一緒にやりましょうってことになって、今回は正式にタイアップとしてアントラックさんを紹介させていただくことになりました。ありがとうございます。いや本当に最近いろんなご縁があって本当に嬉しいです。ということで、アントラック 24SS アイテムの中から一つ僕が選んだものを紹介したいと思います。行こう。今回紹介するのがこちら、アントラックのアウターです。これが着るバッグってやつだ。まず改めてアントラックのブランドを紹介すると、アントラックは2023年秋にデビューしたアーバンアウトドアをテーマに、都市と自然、オンとオフのシーンをシームレスに捉えたバッグとウェアを展開するライフスタイルブランドになります。ストーリー性のある厳選された素材、多彩な機能をオーセンティックなデザインに落とし込み、都市に生きる現代人の生活をより自由で快適にしていきます。アントラックはバッグだけではなくウェアも作っているんですよね。しかもアントラックを展開するのが老舗のバッグメーカーなだけあって、ウェアも着るバッグをコンセプトに作っていて、バッグと同じくシーンをシームレスに捉えたアパレルのプロダクトを展開しているんですよね。そして今回は実際にアントラックのオフィスにお邪魔して、いろんなアイテムを拝見させてもらったんですよ。その中で袖を通して気に入ったのがこれなんですよね。アイテム名がエッセンシャルパーカーライトになります。着るバッグをコンセプトに、移動に欠かせない必需品を収納できる機能を備えたフーデッドショートパーカーで、シンプルなデザインからは想像できない収納力を要しています。スマートフォン、ウォレット、イヤホン、キー、パスポートなど多機能ポケットに収納でき、カバンを持たずして軽快な移動をサポートしてくれるんですよね。本体の素材はペーパータッチなテック素材を使用しています。高密度に織り込んだツイル素材に、撥水性、ストレッチ性、形状保持を持たせた加工を施していて、ヴィンテージな風合いと機能感のある肌触りが特徴なんですよね。オーバーサイズすぎない程よくゆったりとしたシルエットで、レイヤードスタイルを楽しめることができ、インナー次第で体温調節が可能なことから、長いシーズン活躍してくれるパーカーになっています。ちょうど春先の肌寒い日に軽く羽織れるようなテックなアウターを探していたんですよね。シャツの上からもちろん、ニットの上から着てもかっこいいやつ。このエッセンシャルパーカーライトはレイヤードもいいけど、そのドローコードを絞って着るのもすごくかっこよくて、しかも僕が普段持ち歩くものを各ポケットに収納できる機能性もすごく面白くて、ハウンユースでもアウトドアでも活躍してくれそうなスペックに惚れました。早速こちら着てみたいと思います。いやー、これを選んで正解だったな。すごく軽い羽織り心地で、好きだなと思ったポイントが、こうやってシャツとレイヤードできるところですね。僕が持ってるシャツは基本全てオーバーサイズなんですけど、どのシャツもね、こうやって着丈がちょっと見えるのがすごいかっこいいんですよね。このね、ヴィンテージな風合いで機能感のある生地感も触り心地が良くて、マットな質感が嫌らしくないので、いろんなパンツに合わせやすいと思うんですよね。フードもね、ドローコードがついているので、キュッとね、絞ることもできて、まあ、雨とか降ってきたら、
こうやって被ったりして撥水性のある生地感なんでレインウェアとしても活躍してくれます。そしてこのエッセンシャルパーカーライトの最大の特徴がキルバックというところですね。内側にアイコン表示のポケットがあるんですよ。なんでどこに何を入れるかこうやって分かるのがすごいユニークで、まず左胸はスマホ用のポケットになっています。そして左下がイヤホンとキーを入れるポケットになっています。キーフックもついているのでキーリングの方はここに取り付けて収納することができます。こういう気の利いたギミックもいいね。そして右胸、ここはお財布を入れるポケットになっています。いやマジでおもれこのギミック。そして右下はパスポートを入れる収納ポケットになっています。俺のこの可愛いパスポートを入れてみるよ。こんな感じで全部入れてみました。いやキルバッグすげえな。もうね普段持ち歩くものが全て入るので本当にバッグいらずですね。で一つ心配してたのが物を入れるとアウターの形崩れるのかなと思ったんですけど、まあ、入れる物の形にもよるんですけど別にねそこまで気にならないですね。ほんとスマホ、財布、キーケース、イヤホン、パスポート全部入ってる風に思えない、そんぐらいの羽織り心地になってます。しかもまだポケットが隠されていてこの胸の部分に2つポケットあるんですよ。なんでここにも物しまえるんですよね。でさっきのポケット繋がってないからまた別の物を入れられて本当に収納力すごいっす。で下にもポケットがあるから合計8個のポケットがついてるんですけど、もうねそんな風に思わないようなスタイリッシュさがあるんですよね。いや面白いなこのアイコンポケット。こうやってポケット口にアイコンがあると入れたものがバッグの中で行方不明になることもないじゃないですか。財布はこっち、携帯はこっちって決まってるから必要なものをすぐに取り出せるので本当に機能性高いアウターっすね。僕ね昔から結構バッグ持たない派なんですよ。最近はねいろんなバッグたくさん買ってるんですけど結構大きめのバッグばっかり買ってて、ほんとね休みの日とかは基本手ぶらで出かけてるんですよね。もうそういう時ねポケットが少ないアウターはやっぱりもうパンツの中に物入れなきゃいけなくて、そうするとねパンツがどんどん下に下がってきて裾が擦れちゃったりするんですよ。なんでこういうね物をたくさん収納できるアウターはほんとありがたいっすね。なおかつかっこいいからな。でいいな。続いてはニットの上から、ドローコードを絞って着てみました。実はねこっちの着方がすごく好きだったりして、タンタケのトップスの場合はやっぱねこうやってドローコード絞ってきてめっちゃかっこいいんですよね。この横のラインギュッと絞った感じすごくかっこよくないですか。やっぱねドローコードがついてるアウターは絞った時が一番かっこよく見えるって友達が言ってて、まさにその通りなんですよ。このアイテムの本領発揮されるというかすごくかっこいい見え方して、このアウターは M と L の2サイズ展開で僕は今回 L サイズを選んだんですけど、まあ、正直ねこういう着方をするなら M がいいんですよね。ただ僕はシャツとのレイヤードも楽しみたかったんで、そうなると着丈のバランスがね L サイズの方が良かったんですよね。なんで L で裾を絞るとちょっとまだ大きいなって感じなんで、僕の身長でこのスタイルしたいなら M サイズがいいっすね。けどこうやって見たら別に違和感ないか。いやかっけえな。なんか急に印象変わりましたね。やっぱりこのシンプルなデザインがスタイリッシュでいいっすね。今履いてるようなこういうカーゴパンツにはもちろんデニムとかアウター自体シンプルなデザインだからスラックスにもすごく相性良さそうっすね。今世の中における服装の制限が減る中でアントラックのプロダクトは普段のワークスタイルにも支障をきたさない絶妙な主張だと思うんですよ。僕みたいなスーツを着ない仕事をしている人にはもちろん、スーツを着る人にも違和感のないデザインだと思うんですよね。オンとオフをシームレスに捉えた今の時代に沿ったアプローチがいいね。いや裾絞ったバージョンの方がかっけえか。でもシャツレイヤードしてもかっこいいしな。でもタンタケかっけえな。こっちの着方にしよう。今回紹介したエッセンシャルパーカーライトの値段が税込みで 39,600円になります。カラーはブラックとベージュの2色展開で、僕は今回ブラックを選びました。ベージュもね柔らかい感じですごく良かったんですけど、やっぱこう見るとねブラックが無骨でかっこいいっすね。このねフードをちょっと絞って裾も絞る、この着方マジイケてんな。概要欄にオフィシャルサイトのリンクがあるんで
ぜひチェックしてみてください。そして3月22日から4月3日まで渋谷のレイヤード宮下パークでアントラックのポップアップが開催されます。実際に手に取ってアイテムが見れるので行ってみてほしいです。 NEOSS はこういったウェアもかっこいいんですけど、今季のねバッグもすごいいい感じなんで、ぜひ見てみてほしいです。ということで今日はアントラックのアウターを紹介しました。どう？ありがとう。やっぱタンタケがいいな。